それではですね、まず、今から演奏するのが南三陸町、静川高校避難所の、三神図ジュニアの皆さんです。よろしくお願いします。やった、まず軽くこの子たちの紹介をさせていただきます。まず3月11日の後、東日本大震災で、僕たちですね、家族みんな子供たちも南三陸町の静川高校というところに、避難してきました。そこから、今日まで、4ヶ月ちょっとなんですけども、ずっとみんなで生活してきました。でその生活をずっと支えてくれたのが、南三陸町に来た沖縄の自衛隊で、沖縄自衛隊第15旅団生活支援隊という、もういろんな面で全てを一番大変な時期を、支えてくれた自衛隊というのが、沖縄からずっと来てくれました。で沖縄の自衛隊の方は、3週間ちょっとに1回ずつ、部隊がみんな変わりまして、いろんな毎回帰るときは涙のお別れをするんですけども、その時に、たまたま第1次隊の方が4月の頭ぐらいに来て、その時に1本の三振をプレゼントしてくれました。それはここにいる工藤弥生ちゃんという女の子が、本当に、最初は軽く遊び半分な感じでずっと三振やったんですけど、ありがとうございます。でだんだんとですね、メキメキと上達しまして、最初の頃は本当に一人で自衛隊さんが帰る時に披露したんですけど、それからまた一人増えと、美里ちゃん、めいちゃん、舞香ちゃん、だんだん増えてきました。あとはもうみんなも歌も覚えて、ずっとそれで一生懸命みんなでね、送別会とかそういう時にね、やっちゃうんですけど、それでずっと僕たちがですね、あっちにいる弟のともちゃんの方が、今回こういう感じでどうしても自衛隊さん、沖縄出身の自衛隊さんと、こうやって三振を一生懸命練習してる子供たちと、それでどうしても、ずっとビギンの曲を練習してまして、どうしてもいろんなの抜きにして、本当にサプライズ的に来てほしいなということで、ずっと手紙とか出してお願いしたんですけども、なかなかやっぱり忙しい方たちで捕まることができなくて、でたまたま7月のもう6月いっぱいで自衛隊さんが完全に町の方から撤退しまして、ちょっとみんなでもう半ばもう来ないんだなっていう感じで諦めてたんですけども、たまたま昨日ですね、フジテレビの27時間テレビの方で、移民が南三陸町に来るというのを聞きまして、でそれもずっと僕たちが手紙出したのと、移民さんの方もその手紙を受け取って、どうしてもこの静川高校避難所の三神図ジュニアの子たちと一緒にやりたいということで、前日の当日ですね、24